ある男性が5年以上同棲している彼女にプロポーズを決意。その経緯を2チャンネルに書き込んだのですが、展開は意外なものでした。俺と結婚してくれ、彼の全力の一言に彼女は、彼女にプロポーズしようと思うんだが報告いるか、プロポーズ成功したら報告してくれ、失敗してもできれば結果だけでもいいから報告してほしい、でも精神的にそれどこじゃなかったら本当何にもしなくていいからな、本当に。なんか口調が偉そうになってしまったが、まあ気にしないでくれ。ダメだった、なんか言葉出てこない。彼女とラストサムライ見ただけで終わった。今彼女後ろで寝てる。俺ももう寝るぽ。明日こそ頑張る、頑張れ。彼女と話してるとき何気なく考えてみろよ。なんで彼女と結婚したいかってわよ。出前勝手な考えならやめとけ。でもそうでないならそのままを正直に話せばいいんじゃないか。最後にストレートに結婚しようってくっつけてればよし。かっこいい、プロポーズなんてドラマだけさ。会って報告が遅れたことにますすまそ。文章苦手なんでガイドラインに頼らせてもらった。頑張れと言ってくれた人ありがとう。うざかった人、これで最後だから勘弁してくれ。それでは最終報告。やばい、プロポーズやばい、マジでやばいよ、マジやばい。何より言い出す前から過呼吸気味の俺やばい。彼女大丈夫とか心配してくれてる。すまんこんな時まで。まず緊張、もう緊張なんてもんじゃない、超緊張。心臓64ビートぐらいで高鳴ってる。ほんと死ぬかも。緊張とかっても、彼女に初告白した時とか、もうそういうレベル超えた。あれより緊張することなんて俺の人生にないと高く食ってた。甘かった。何しろ結婚してくれっていう。同棲5年以上経ってようやく。5年ありゃ赤子も喋って走り回るようになってるって言った。意を決してガチガチに緊張して、彼女の正面に座って目を見据えて、できるだけ思い込めて、俺と結婚してくれ。これ以上セリフ長いと噛む恐れがあった。それは避けたかった。だからシンプルに、でも思いはありったけ込めて言った。彼女びっくりしてた。目がまん丸だった。余裕で円周率測れちゃうくらい。でもすぐにブスくれた顔になった。で、彼女の返事は、やだ、以上、それっきり。おまけにそっぽ向いてテレビ見始める始末。ちょっと待て、断られる理由は山のように思い当たるが、ひらがな2文字で済ませるやつがあるか。話のわからんやつだけど、そっからやばい。彼女泣いてる、泣きまくり。テレビ見るふりして俺から顔背けて泣いてる。しかも尋常じゃない泣き方、やばすぎ。でも俺何にもできない。状況が理解不能で固まってるしかできない。我ながら不甲斐ない。ひとしきり泣いたら彼女とんでもないこと言い出す。私赤ちゃん産めない。このセリフ聞いて何ができるか。テレビドラマの主役ならかっこいいこと言えるかもしれない。でも俺には無理だった。だって俺はブラウン管の外に生きてる人だから。わっとへの中間みたいな、へって声しか出てこない。多分すげえアホメンだった。未だ固まってる俺に彼女が語る。昔子宮の病気したこと、手術で命は無事だったけど子供産めなくなったこと、辛かったその後のこと、毎日泣いて過ごしたこと、俺に出会ったこと、俺に事実を知られるのが怖かったこと、隠し続けるのが辛かったこと、彼女のお腹に手術跡があるのは知ってた。胃潰瘍の手術だって言葉を馬鹿正直に信じてた。お前にストレスなんてあんのかよ、なんて軽口言っちゃってた。やばい、俺超最低だ。俺がプロポーズで悶々してた以上に、彼女は長い間心に悲しみを隠してた。やばい、そんなの俺は5年どころか5分だって耐えられない。でも彼女はそんなこと全然表に出さなかった。
笑ったり怒ったり寝てたり普通に暮らしてるように見えた。すごい。やばい。実はこの時点でまだ俺は固まってる。というか正座して聞いてた。喋ってるの彼女ばっかり。俺何の言葉もかけてない。やばい、最低。そんな俺を今度は彼女が泣き晴らした目で見据える。こんな私でも結婚したい。ものすごい怖い目だった。とっても悲しい目だった。俺は何も言えなかった。全く不甲斐ない生態だ。こんな時まで言葉が出ない。だから力いっぱい激しくプロポーズの言葉以上に思いを込めて首を振った。縦に上下にこの勢いで石油掘ったら日本の燃料市場解消できるんじゃないかってくらい思いっきりブンブン振った。端から見るとバカみたいだが、不甲斐なくて情けなくて育児なしな俺にはこんな返事しかできなかった。そんな俺に抱きついて泣いてる彼女すごい。そんな彼女に一緒に頑張ろうとか芸のないこと言ってる俺やばい。超頑張ろう。今日から重荷は二人で分け合えるから超頑張ろう。お前を泣かせるのは今日で最後にするって誓うから。